入学から卒業までのいくつかのデータについてご説明をさせていただきたいと思います。私は学務課の有賀と申しししまますすどうぞよろしくお願いいたします本日ご説明をさせていただくのは入学試験の結果国家試験の結果卒業生の進路状況そして奨学金についてです。 では早速入学試験の結果からご説明をさせていただきます今お示ししておりますのが過去3年間の入学試験の結果ですまず上の段学校推薦型選抜です学校推薦型選抜のいわゆる一般推薦はここ2年ほど13名から14名の志願者でいずれも 皆さん合格となっております学校推薦型選抜ではいわゆる学科試験というものは実施しておりません続きまして下段一般選抜ですこちらはここ2年ほど300名程度の学生さんが志願していただき倍率はおよそ1倍となっておりますまた 現役生、既卒生を比べると、圧倒的に現役生が多いということがよくわかります。なお、一般選抜では学科試験を実施しておりますので、ご注意ください。科目は国語、英語、理科となっております。理科は生物または化学。いずれか一科目をご本人が選択をして。 受験をしていただきます次に国家試験の結果についてご説明をさせていただきます今お示ししているのが過去3年間の国家試験の結果です2021年度直近の国家試験の合格率は 95 95名名がが受験しし全員が合格ととといいうう100%結果となりました過去の結果を見ましても合格率は全国平均を大きく上回る結果となりこ,のこれは教員がしっかりと学生さんを国家試験合格までサポートさせていただいている表れだと思います。 4年間の学生生活の中で時にはつまずくこともあるかもしれませんがそんな時でも教員が丁寧にサポートししっかりと国家試験まで導かせていただきますので何の心配もありません。なお今年度からは国家試験の対策は4年生だけではなく3年生の段階から実施して手厚く対応していく方針です。 また、保健師の受験ですけれども2021年度の結果は100%ではありませんでしたけれどもこちらも非常に高い合格率となっております次に、4年生の勉学を終えられて卒業された後の進路についてのご説明をさせていただきますこちらにお示ししているのが 過去3年間ののの卒業生の進路の状況となりますご覧になっていただいてお分かりになると思いますが卒業後の進路としては多くの学生が就職をしまた若干の学生は大学院等への進学をされております。2021年度では95名の学生が卒業をし 93名の方が就職をされ2名の方が大学院等への進学をされましたでは就職先はどこかということになりますが最も多いのが本学の付属病院への就職ですしかしそれのみならず地元に帰られてご自宅の近くの病院そういうようなところへ就職される学生さんも いいらっしゃいます就職につきましてはサポートチームが組まれておりますので教員のサポートを手厚く受けまた本学の看護部ともしっかりと連携を取り本学付属病院に就職できるようにサポート体制を作っております。次ににに奨学学学金についてです東京女子医科大学看護学部に 入学された多くの学生さんは奨学金を利用しております今お示ししているスライドが代表的な奨学金制度ですまたこちらにお示ししている奨学金以外の奨学金の手続きも受けたまわっておりますのでそちらにつきましては学務課に自由にご連絡いただければ その都度手続きを取らせていただいております先ほど多くの学生さんが奨学金を利用されていると説明させていただきましたがどれだけの学生さんが奨学金を利用しているのかを次に説明させていただきますこちらが奨学金の利用状況となります過去3年分をお示ししておりますが 学生さんの35%から40%の方が各種奨学金を利用されていますまた奨学金も1つのみならず2つ、3つと利用される学生さんもいらっしゃいますこの中で特に多く利用されているのが日本学生支援機構の奨学金こちらは非常に多くの学生さんが利用されております 駆け足で説明させていただきましたけれども東京女子医科大学看護学部では教員また学務課一体となって学生さんが4年間楽しく充実した学生生活を送れるようにサポートを進めております。皆さんどうぞふるって受験をしていただきたいと思います。ありがとうございました